ス、シュートを打った、ホサイン決まった。守備の決定的な2点目、2点目が入りました。ムサエフのシュートが決まりました。下げてクロスボール入れる、サカナウチのボール、頭スライダー、シュート、川端フィニッシュ。待望の H2 得点、開幕から5節目にして川端今初ゴール、1対1。こういうところから繋いでくる意識は先ほどからあるんですが、ボールを奪ったジュビロ、松浦のクロス、ヘディングシュート決まった。川端新生点、今シーズン4点目。ジャスミンとのヘディングシュート、これで速攻の形になります。山田博樹、松浦を使った。ショートカウンターが成立しました。最後松浦、シュートだ、このまま決まった、2対0シュートだ。大和が仲町を潰したチャンス、ゴールが空いている、シュート狙った。松浦仕掛ける、和田井君自分で持っていって、マイナスのボール、そしてシュートだ、来た。ゴール前、オフサイドのポジションから戻って、ヘディングシュート決まった。川端の手前だ、上原、上原のゴールが決まりました。ジュビロ先制、あーいいところありましたね。松浦間抜けた、カズさんの手前が後ろから殺してシュート決まった。同点ゴール、追いついたジュビロ、山田のゴール。山田のクロス、ヘディングシュート、川端決まった。柔らかい軌道のヘディングシュート、コンスンテの手の届かないところに決まった。ジュビロ逆転、宮崎のクロス、ジュビロしっかりと守る、どうだ、押し込めるか、今度は入った。決めたのは大井健太郎。今戻っています、仙台です。桜内のボールは川端健吾、同点ゴール、左手を突き上げました。1対1の同点。山田から川端健吾、川端から折り返し、中野、中野誠也が決めました。ジュビロ岩手の16番、ジュビロカヌーの初ゴールは、上原がふわっと浮かせてきた桜内も今、このボール、田口のシュート、大井健太郎、またも大井健太郎がやりました。3対2逆転に成功。分からんか、川又決めました、 PK を決めてこれで2対1。伊藤純
きなボールがインターセプトは山田裕貴、山田裕貴が抜けた、バックスバックスシュート、ジミロイラが先制、1対0、手元の時計で前半7分、山田裕貴、山田から裏へのボール、さあ上原からの低いボール、シュートを打つ、もう一度シュート、大久保が決めました、ジミロカヌーの初ゴール、追いついた大久保、2試合連続ゴール、 PK、 サングラフここはパンチングでクリア、中村俊輔、大井健太郎がいる、1点返した、意地の一発、大井健太郎、大原プカス、今初中人で戦うセレッソに対してハーキクロスを入れてきている、こぼれ球狙っている、決めていく、さあフリーネットシュートだ、貴重な追加点、ジュビロ磐田。